はい、えー、速火塾の久保です。FX のね、えー、朝の相場解説の続きでございます。で、これは1月19日本日ですけども、11時30分のその瞬間のスクリーンショットなんですね。で、セルで売りでエントリーしたんですよ。ちょっとこれ、えー、上のね、丸を4つ付けてるところをちょっと超えてますよね。だからここから大きく下の方に動くというふうに私はあ仮説を立てたんですね。 まあ今回はちょっと例外的にですね、私の思いがちょっと強かったんですよ。これは下に行くだろうって思いをずっと募らせていましたんで、この上のね、レジサポライン、通常でしたらここをブレイクしたら大きく上に行くって判断するんですけども、今回はあえてね、セルでエントリーしてみました。103円の835でございます。これがね、私の失敗の始まりでした。思いが強すぎて、冷静な判断を失っていたのかもしれません、えー。実際はどうなったかというと、現在14時20分なんですけども、 <あ>の <laughs> セオリー通り大きく上に行きましたあ。ということで私はロスカットを食らってですねそのまま見ていたわけなんですけどもいやーあのねこれセオリー通りやってったらきちんとね20ピップス以上は取れてたんだろうなと思いますね、うん。まあこういう失敗もきちんと糧としてやっていかなくてならないので、えー、やっぱりね基本的にはこのレジサポラインを超えたらそっちの方に大きく動くって考えないといけないんですよね。ででなななんで私がこういうい、ね、例外的な 措置をしたかとと言いますとこれがあリアルタイムチャートなんですけどもデイリー見てみますとね、えー、上の方に線がこうやって引けるんですよこれこれねこの線にねちょっとこだわりすぎたんですよねこの線を越えて上に行くことはないだろうとまあ上に行ってないんですけども、うん、こっからセルに入るんだったらまだ下だったですよね、うん、ちょっとねあの早とちりというか浮かれてましたねまあその自分の浮かれる度合いに この次回を込めて今回の動画を公開しておきます。え、朝の相場解説失敗しました。えー、朝の相場解説はセルに行くと思ったんですけどね。えー、やっぱりセオリー通りバッチリバイの方に行きましたね。えー、ということで、今回はちょっとロスカットを食らっちゃったんで、ちょっとだけね、マイナスになりましたあ。1万円失ってない程度なんですけども、本来でしたらこれは2万円ほど取れていたと思いますんで、上下3万円のなんか見込み損ですね。 うん、ニーもかんとも、うん、まあくじけずにやっていこうと思います。はい、では失礼しました。